ゆっくりがお送りするガンオン実況動画。今回は、今週来た低中古式バランス調整で生まれ変わったガンブムオンラインをジオンでやってみます。相対的に弱くなったから400古式はノータッチでいいよね。マリサもいますよ。とはいえ依然として400古式の強さは健在なんで、しばらくすればまたユニシナオンラインなるんでしょ？といった声もちらほら。まあ先のことは考えないで今を楽しもうぜ。ということで大幅な調整入った4期編成を独断と偏見でチョイスしてみました。異論は認めるけど無課金機しか持ってないからね、仕方ないね。リベルグとかおもろそう。ということで久々倉庫から引っ張り出したライザクで誰が一番高機動なザクか教えてやんよ。なお他の高機動ザクはことごとく銃撃な模様。高機動とは哲学。ともかく定番の X から出たものの誰も何も言わない静かなる戦場なんで初動正直どこと釣ったらいいのかわからないままふわっとしたスタート。今回のアプデで代理も勝てば追加ポイトンもらえるようになったものの、負けるとマイナス査定になるというボランティアから諸刃の刃仕様になったらしいんでね。それは確かに誰も代理入りたがらなくなっても納得、わしは絶対入りませんけど。釣ってたら完全に初動迷子となったライザクが真空の稲妻発動する間もなく爆散、完全にぼーっとしてたは。どこと釣るか決めないまま結局に横から B 行こうとする。今見ると何やってんだな初動。ということで2期目のクロディアスで Z 防衛急げー。初動は EZ から出た味方が結構いたんで自然と敵の南突を防衛した形で、意外にもジオンがリードする展開。南は守れたものの今度は北が殴られ始めたんで慌てて祈祷するも、すでに根津処理で両軍初動鎮静化。こっからは根津警戒しつつの中央押し合い、時々試作核狙い合いのいつもの鉱山都市。ということで中央前線でクロディアスの新武器拡散馬術化の黒幕強く見せてやんよ。ジーブルよくらえスピンサーベル。モービル裏行ってますね。ならば5連シャッガン F からの2丁ピストル弾幕で安全に処理。クロディアスには黒幕2とミラー性能の5連射拡散バズが追加で接近戦火力がうまい。マンバズとの持ち替え時間もなしで強すぎず弱すぎずのいい調整じゃないですかね。本心は。ディジェの長射程拡散欲しかった。それだとさすがに無料300コスキとしてはコスパ良すぎる感ありますからね。そして突然の宴ネロにブンブンされて跡形もなく爆散無残。格闘には縦貫通ダメージと死体処理性能が追加されたかんね。覚醒ジオにはいらなかったんじゃないですかね。400コス絶対転がすマンとかしたジオ時代再来。両軍配備機だからええやろの流れ。とリマ3期目はなぜか端魔しかよく爆上げされたゲロググマリーネちゃんで遠目から絆感じていきたい。 N 型で1発3000とかビームライフルかよ。弾の大きさもでっかくなっちゃったで当てやすいのもいいね。難点は端魔し採用する機体増えたんでクリック連打が地獄マクロダメ絶対。わしのマウスがもたん時が来ている。結構力んでクリックする方なんでその振動でエイムブレたりするタイプ。もう弾速そのままでフルオートにしてもらえませんかと思ってたら裏取り妖精ちゃんにブンブンされて即終了。弾マシの強さが今んとこ全く伝わってませんね。ラストは新武器追加されたと噂の元祖アイドルアッガイタソで南前線に参加。見よこれが改良型6連装ミサイルランチャーだ。これ地味だけど結構悪くないと思うんすよ。威力3000ちょいに DP も310と高め。弾速も速いんで遠目からでも意外と当たる印象。前方のモルコマの出力強化ビームガンを DP 高めにして実弾にしたみたいな感じかな。要するに全く新しい武器。わしの例え全否定。ということで射撃に夢中になりすぎて前で過ぎてオーバーヒーツしたところをブンブンブルー1号に粉砕されるごまかしようのないクソプレイング。そして必然の全キラーメンタイム。でもご安心ください。今
んな時のための露覚ライトアーマー保険ですので、覚醒ユニコとか無理やろ。1分半も持たなかったな。とはいえ、かろうじて圧外のクールは開けましたんで。他の3機ももうちょいなんで圧外でなんとかクール稼ぐっけないっすね。改良6連を手に入れたのとメガ粒子の火力ウプでほぼ銃撃機みたいな立ち回りも可能。これビムシュなら陸でも下手な銃撃より火力あるかも。コスト220ってのを考えたらなかなかのコスパ機じゃないの。ただやっぱこのデカさは気になりますけどね。アーマー3400がもりもり減ってラストはバニカス端末強すぎで終了です。今回の調整で低中コストのマシンガン系は軒並み大幅火力ウプされたからね。通常マシでも1発1500火力の時代。おっと霊夢さん緑の光ガガガ。見たかよこれがジオンの絆よ。さらに AED 救助隊も緊急出動。あ、いやいいんですけどね。コスト220の圧外なんで全然いいんですけどね。なんか気まずい雰囲気なっちゃってごめんなさいね。そんなことよりはイネズ殴られてるよ。助けてレッドさんだ。今こそスプシュ後無料機の防衛力見せつけるとき。ミニクリック連打で一回ロック外しちゃってっからのサイロックシャッガンバルバルンで青い空中ビクンビクンの系で今回初の活躍もう今日の仕事9割終わったようなもんすね。味方鋭角行ってるんでダッシュで護衛行ってください。残陽雷電もリスポンした頃にはとっくに核破壊された後の祭りでもせっかくなんでこのままビートツ行ってみますね。大学の固有も受信区の稲妻は今回のアプデでアクティブ可能な覚醒技に変更。アクションボタン長押しで15秒間攻撃力と移動速度を何度でも使えるものの終了時には強制オバヒアルンでこういった突やネズ向けな性能ですかね。稲妻発動も早速的に見つかる俺の雷電についてこれるか。無理やろと思ったけど積んでてよかった。各プロタックル移動で拠点殴りの美味しさ稲妻級。でもシャッガン M 一発しか入らなかったは。ちょっとまずい。各プロは今回の調整で伸びが良くなってるんで突にもいいんじゃないすかね。遠隔移動に強制点灯効果もあって判定も広くなってるんで防衛をなぎ倒しながら強引に拠点侵入できたらいいね。テンション上がったんでクールタイムも考えずにクロディアスで芋畑ブンブンタイム。赤キュベさんもついてきてくれたんで3キルできたのはラッキー。なんやかんやで残り5分で北角観光らしいんでここはみんなの士気を上げるためにもアイドルマスターシンデレラッガイでプロデューサーサプーさんに媚びを売るチャンス。圧外も結構強いですよ。守ったら負ける。攻めろ。うおおおピザ踏んで爆死も肉壁くらいにはなったか。あとは後続の検討次第ですんで。どうやら一個は核決まったみてっすね。この終盤での核成功は決定的じゃないの。とはいえは割れなかったか。その後はジオンサイ強端魔式ゲロマリネさんの絆と支援機で2キル稼いで死ぬるスーパープレイを時間の都合上3倍速でご覧ください。ここカットでよかったですよね。ということで残り3分で来た防衛にクロディアスでトンネル内を探索。ここで逆転突とかされるとシャレなんねえすからね。どうやら金ピカコンビが根づくる危険が危ないんで早めに退治。高コスト相手でも戦いは数で引き転がすもの。コスト低いとクールも短いし調整でアーマーもかなり持ったんで以前よりは前で安くなったかな。その代わり支援はますますクマ必須になってくるな。やっぱアーマーと一緒にトーチの火力も上げないと低コス支援は辛そうっすね。しかし意外と連邦の防衛がいないんでこれもしかして A 突いけちゃうやつっすかね。ここはホバー機の足の速さも活かして5連シャッガンぶち込みチャンスですよ。おっと強タンピザを華麗にスルーしつつのホバートップスピードで5連シャッガンからツーハンドピストル美味しいです。ホバー足な分クロディアスは黒幕よりも突向けな感じだな。格闘も優秀だしかなり幅広い運用できるようになったね。ディアスは宇宙でも使えるんでマップ選ばないのもいいな。ラスト1分30秒なんでここはジョニザクも突れるってとこを見せときますか。ここは B 突リベンジで2、E
ペポペポ。ジョイシステム起動。私の拠点しゃぶりが何より優先されるのだ。上からの射撃もショルダーマッハショルダーで侵入成功。プッシュ5シャッガン M1 マガで今度こそ一切ナズマ級。アーマー増えた分ネズミもがっつり殴れる時間増えたんでこれはいいな。持続時間15秒も突なら結構長いんで実用度も高いね。これで無料機ならなかなかの性能。ラストはユニコーンに圧倒的火力の違いを見せつけられて圧外爆散で終了です。まあコスト220ですからね。つうわけでジオンがリードを守り切って勝利。このマップでは珍しく一個も拠点割れなかったな。やっぱ初動がグダったのが大きいね。個人成績は凸のおかげで久々にトップ10入り。まあ左官混合部屋ですけどね。おかげで2階級降格から大位まで戻せました。今左官にはなっときたい。現在は恒例の延べ棒イベント中なんでコンテナから延べ棒が出てきます。今回はトランクの割合が高めなのか延べ棒と半々くらいの確率で出る模様。前は延べ棒率がすごかったからこれはいい傾向。もっと GP をください。では皆さんお疲れ様でした。来週はシンデラックスにシルババレットとローゼンズールが登場。ローゼンズールの範囲スタンがどうなるか。イベントは340以上の高コストガンオンファイトラッシュが開催。クール短くなるものの同じ機体は編成できないんで実質400コスは1人1機まで。普段の大規模でもこのルールにしてもらえませんか。ミニシナの売り上げ落ちるんでダメです。キンズ4機揃えるまで回し続けてね。あとは恒例のマスデバデイリークエイベントも開催。これはまあね。そして340から380コスの金図が絶対出ちゃうプレミアムガシャコンがお一人様1回限り980番ナムコインで回せちゃうドリームな課金イベント。憧れのガンキャノンスプレイミサイルやザメルをゲットできちゃう大チャンス。おラッキーラッキー。いつものトライスター割引もあるよ。ジャブジャブチャンスを見逃すな。といった感じでまた次回。